ツ道の駅また隣接するアムステルダム市営交通会社のレリラーン駅を含めた駅のこと。スキポールライデンデンハーグ中央駅方面アムステルダム中央駅方面ザアンダムホールン方面 NS は島式一面2線のホームを持つ高架駅。GVB は島式一面2線のホームを持つ高架駅。キップゥリは存在せず。 自動券売機が設置されている。なお、オランダの他の駅と同じく改札口は存在しない。エレベーターは完備。駅構内施設として売店、コンビニがある。この駅周辺はアムステルダム市街南西部の団地内にあるため、早朝や夜間は人通りがほとんどない。1986年6月1日にアムステルダム中央駅と スキポール駅を結ぶ鉄道の中間駅としてトラム1系統と接続するこの位置に駅が作られたその後1988年にトラム17系統が乗り入れ1997年には NS の路線と並行して GVB のメトロ路線が開通し駅が設けられたアムステルダム中央駅方面ロッテルダム方面ありがとうございます